ウルフマン、ジャック・ウルフマン・ジャックは、アメリカ合衆国のラジオ DJ。本名、ロバート・ウェストン・スミス。ニューヨーク・ブルックリン出身。百科事典や、清掃道具のセールスマンを経て、ワシントン DC の全米放送アカデミーで学び、1960年に、デビュー。1962年から1964年に、かけて、メキシコのジフ・エ m ムで、 1965年からは、同国のザーブでの活動を通じて、著名になった。これらのつぼねは、アメリカとの国境付近にある過大な出力を持った放送局であり、アメリカ全土にリスナーを持っていた。番組や広告も、アメリカ側で制作され、事実上の海賊放送として機能していた。この時期に、後に、トレードマークになる犬の遠ボイの声真似から、ウルフマンを名乗る。 1970年から1986年にかけて米軍放送も AFN のラジオ放送のために音楽とコントの番組を制作。これがいわゆるウルフマン・ジャック賞で同番組は53の国と地域の2000以上のラジオ局で放送されたとされる。日本でも当時 FEN と呼ばれた AFN の日本支局で放送された。 1995年7月1日、心臓病のため57歳で死去。1996年に放送通信博物館の全米ラジオの伝道入り。1999年に全米放送事業者協会の放送伝道に入った。ウルフマン・ジャックショーはアメリカの放送局グループアストルブロードキャストにより、エアチェック録音などの復元からなる。 デジタルリマスター版が制作された。2005年より、アメリカの衛星ラジオ局、x m サテライトラジオで放送を開始し、また、番組素材として各国へ販売されている。レコードを生前に、自身の名義で合計4枚の LP 版と6枚の7インチ版をリリースした。俳優として1973年の映画、アメリカングラフィティでは、本人役で、 ラジオ DJ として出演し、ザーブ時代のエピソードを再演している。1980年の映画、地獄のモーテルでは、牧師役、同年のテレビドラマ、新、宇宙空母ギャラクティカ第8話では、本人役で出演している。著書、ありがとうございます。